皆さんこんにちは、大木静香です。この YouTube は宇宙存在ミラと一緒に大木静香ことシーラがお届けする宇宙エンタメ番組です。今日のテーマは欲望には2種類あるということについてお話ししたいと思います。そしてこの2種類の望み、欲望をどっちか選ぶ、その欲望がどこから来ているかを明確にすることによって宇宙のサポートを得られて、どんどんねより良い人生になっていくんだよっていうお話をするつもりです。まず、最初に言うとね、望みとかね、みんなの中にありますよね。今感じてみて、どんな望みがありますか？お金をたくさん欲しい、綺麗になりたい、彼氏欲しい、素敵な女性と付き合いたい、他にもいろいろありますかね。その、望みがですね、どこから来ているかっていうことがものすごく大事なんですね。まあ、2種類どんな風に分かれるかっていうと、一つはエゴからの望みです。でもう一個は真我。真我っていうのは大いなる大きな自分ですね。大きな自分からの望みという風に2種類あってですね、こっちはどっちかというと欠乏感とか、承認欲求とか、まあ、そういう自分が足りていないっていうところからの望みですね。こっちは、自分がもうすでに完全である、そしてただ現れてくる、湧き出してくる、自分の喜びから湧き出してくる望み、この2種類あるんですね。そして、これはどっちがいい悪いということではありません。このね、自我からの欠乏感からの寂しいから彼氏が欲しいっていうのも決して悪いものではないんですね。ただこの欠乏感、自我の望みっていうのは叶えるまで、なんていうかな、プロセスがあって、喜びは叶えたその瞬間だけっていう感じですね。その時こう、ああよかった、達成した、夢が叶ったって喜ぶんですけれども、その、元々の欠乏感はあるままなので、また次の目標設定だから、これずっとね、私が脚本家をやってた時もそうだったし、最近自分はまだまだそうだったんだっていうふうに改めて気づきました。こうなりたいっていう望みがあって、それが叶う、そしたらやったと思うんだけど、そうするとまたね、次の望み目標設定して、また駆け出していく。だからこういうね、ずっとラットレースなんですよね。でそのことに私は気づいたんですよ。でずっとね、連続ドラマを書き続けた時はね、この階段を一番上まで登ったらすごい景色が見えるに違いないっていうふうに思ってました。そしてね、毎回連続ドラマ書くたびごとに楽しいし面白いし、やったっていうね、充実感を味わう。でも仕事が終わったら、あ、また仕事しなきゃって思って、いつまでも満足はこうないっていうか、ずっとなんていうかな、満杯になった喜びがすぐになくなってしまって、エンプティーになってしまう。でまた満たさなきゃいけない。これは外のもので自分を満たしているから、その自分のそのエンプティーからの状態を外のもので満たすために欲望、その欲望なんです。満たすために現実を使っているから、ずっとそれが続いていく人生なんですね。なんかちょっと疲れませんかね。私はね、この前改めてね、あ、私って人に認められるために 80% くらいの欲望がそこから来てたなっていうことに気がついたんですよ。もうね、衝撃でした。あ、結局自我の望みっていうのは苦しみなんですよ。どこまで行っても苦しみから湧き出しているのね。でも何度も言いますけども、それは全然悪いことじゃないし、トーラス瞑想とか現実創造テクニックをお伝えしてますけど、現実創造するのにどんどんね、自分の自我から想像していったらいいと思うんですよ。だけどね、これにはね、なんていうかな、本当の満足はないっていうことに気づいてたらいいんじゃないかなって思います。私は改めてね、最近そのことに気づいて、そしてこの真我の望みっていうものに私の中で切り替えが今起こってるんですね。ミラは、宇宙存在ミラは
この私たちの意識の磁場っていうのは愛か恐れかどっちかしかないと。物事を選択するときに愛からなのか恐れからなのかどっちかからしかないって言ってたんですね。でこの望みも出てきてるのが真が愛からなのか欠乏感恐れからなのか、この違いなんですよ。で結局愛から出ている望み、真がから出ている湧き出す喜びから湧き出す願いっていうのは宇宙のサポートを受けてスムーズに流れていきます。そしてこの過程もすっごく楽しい。だから別に結果がそうなろうとならなくても別にずっと楽しい喜びの中でいられるんですね。でもこの欠乏感から出た自我の望みっていうのは達成しなかったら自分を傷つける思い込みがあります。これが達成できなかった自分はダメなんだとか。で私はそれをね、達成したらすごい、こんなことを達成できた自分はすごいって言って自分自身からの承認欲求も求めるためにそういうことを起こしていたんですね。ということに改めて気がついて、そして、どうしたらいいかなって思いました。で一回立ち止まって、欲望という望みという夢とか呼ばれるものも含めてよく観察してみることをしてみたんですね。この、望み、例えばミュージカルを再演したいっていう望みがある。でその時にその望みっていうのは本当なんだけど、なんかちょっとなんか苦しさみたいなのがあるなって思った時に、この苦しさはどこから来てるんだろうって思って、でこの願いの元みたいなものを掘っていったんですね。そしたら本当にすごい、何回も言いますけど、このね、この私去年の年末秋に作ったこの、ザ・スター、悪魔と契約した男、本当に素晴らしい作品を作ったんですよ。で私がこのミュージカルを作った時に、そして再演したいっていう望みが出た時に思ったのは、こんなに面白いもの、そして見るだけで悟りに届くような、悟りの周波数に共鳴共振が起きていろんなミラクルが起きるようなこのミュージカルをいろんな人に届けたい、その思いがあったんですけど、でもその半分とは言わないな、一部にこんな素晴らしい作品作った私すごいやろどやっていう見た目でよみんな私すごいってっていう自分の欠乏感、承認欲求からの望みがあったことに気がついたんですよね。でそれはね本当に苦しいなと思って、そして自分の中をずっと深く自分につながっていったら、結局承認欲求って真我につながってない分離の世界にいるから承認、誰かに認めてもらいたいっていう気持ちが出るんですよね。本当に真我とつながった時、私たちは全てが私の中にあって、全ての人も外側の人も全部この大きなホール、ワンの意識の中にいるんだっていう感覚に、その意識の中に溶けることができたんですね。そうしたらその時に、あれって誰の承認得ようと思ってたんやろみたいな、誰に認めて欲しかったやろうみたいな、全部私の中にあって、これ他人は全部私でもあるやんみたいな、認めてもらおうって思うのは分離の意識があるから外に欲しいだけやんっていうことに気がついたんですね。そして今日ねこれ編集入れないと思ってねやってるとめっちゃ緊張してね、あんまり舌噛んだらあかんわと思って、もうちょっとだけどこうやってね言ってみたら気が楽になるからちょっと言ってみました、忘れてしまったいうことまあとにかくそう、分離があるから承認が欲しい、そして分離があるから寂しさを感じる、だから人がいて他人が自分の意識の中にいるから寂しさとか孤独感とか承認欲求とか出るんですよね。でも本当はどうなの、みんなどうですか、深く自分とつながってみて。今日のねこのね配信はねめちゃくちゃオタクな配信なので、たくさんの人には面白いと思ってもらえないかもしれないんですけど、深くちょっとね自分に、ちょっとオタクの人、本当に悟りを求めているオタクの人やってみてください。深
深く自分につながっていったらどうですか。ワンになった時、誰かに認めてほしいとかなくならないですか。だって一つなんだもんっていう。で、私はそこから、この喜びの一つの世界から、もしね、何かこういう、例えばこれをやるにしても、新しい作品を作るにしても、全部それはそこからやりたいなっていうふうに改めて決意をしたんです。で、そうするとさ、結局自分の周波数も変わるし、作り出す作品の周波数が多分変わるんだよね。だからますます見た人がそれを見るだけで悟っていける、宇宙の壮大なエネルギーに共鳴共振していける作品ができるんじゃないかなっていうふうにすごく確信しているんです。で、皆さんもね、自分の中の望みとか、ミラの本が秋に出るんですけど、その本に書いたのがね、皆さんの中の本当の望み出しをしてくださいと。望み出しが皆さん下手ですよって、本当の望みですかそれはっていうことを言ってるんですね。本当の望みが出たら現実はそっちに向かい始めるんですよね。で、その望みとか願いっていうのが自我からあってもいいんですよ。ただその時に自我からだなって思ったら、どんな分離感を自分は持ってるんだろう、どんな痛みを持ってるんだろうっていうことを一度立ち止まって内観してみてください。そうしたらね、私に起こったみたいに、あ、承認欲求からだったんや、どや、大木静香すごいやろって言いたかったんやみたいな、そういうなんか幻想がね、パラパラと落ちてくるんですよね。そして本当はどうしたいんだと思ったら、さっきも言ったみたいに、すっごいつながった宇宙意識で表現をして作品を作り出したい。そしてそれが起こった時、ものすごい共鳴共振が起こるんだっていうことが自分の中で確信になってきたんですね。そう、一つ、もう一つね、なんかね、のぞみ、あ、そうそうそう、すごいね、大きな気づきがあったんですよ。このね、体調が悪かった時に、私はなんかこの体調悪いのまだ治したくないなって自分で思ったんですよね。で、なんでね、治したくないのか、だから治らないよねって自分で思ったわけで、なんでなんやろうと思ったら、同情してほしい、注目してほしい、優しくしてほしいっていう気持ちがあるっていうことに分かったんですよ。で、それがある間はもう、その被害者意識、悲劇のヒロインで痛いっていう気持ち、ミラで言うとね、ミルクレープ劇場を演じてるねっていうね、ミラはね、この地球のそれが醍醐味なんだよって、この地球はねって、ミルクレープを焼くように感情の層を積み上げて、悲しみ、怒り、挫折感、絶望、時々喜びみたいな感じで、こう寂しさ、孤独感、そうやって味わっていくのがミルクレープ劇場の主人公になるのがこの地球の醍醐味なんだよって言ってたわけなんですよ。でも、そのミルクレープを焼くのはすごく自分が何者であるかっていうことを忘れて、この中に、ドラマの中に没頭しないとドラマの主人公はできないから。だから忘却して、自分が創造主である、自分が主人公であるっていうことを忘れて、もうなんていうかな、悲劇のヒロインになるっていう、それがこの地球の遊びの一つなんですよって宇宙存在ミラは言ってるわけなんですよ。で、私もね、その悲劇のヒロインをやりたいっていう、みんなに病気だから優しくしてほしいっていう気持ちがあるんやな、それがある間はこれは病気にうまみがあるから自分は想像し続けるやなと思ったわけなんですよ。で、それに対して許可を出しました。いいじゃないですか、別にね、悲劇のヒロインやってたってって思ってたんだけど、でも自分が神話になった時に、自分の中に、あ、自分しかいないんだっていう、そして自分がかわいそうと思ってもらったり、慰めてもらいたかった人が全てこの中に溶けている体験をしたんですね。そしたら、あれみたいな、誰に同情してもらおうと思ってたんやろうみたいな、誰に慰めてもらいたいと思ってたんやろうっていう、すごい一つの大きな気づきがやってきて、あ、もう病気作らんでもいいわなみたいな感じ
の気づきがありました。あとね、今私が感じるのは、ミラも言ってるけど、カルマっていうことですね。カルマっていうのは過去とか過去世とかも含めて、まあ、時間軸のある世界の中で、その問題の現実の種をまいてきてるんですね。それが現実、要するに自分が出した周波数が現実に映し出される。それが一つ表現を違うと、種を、現実創造の種をまいて起こるっていうことなんですね。で、さっきも言ったみたいに2種類の欲望、望み、夢のうち、この恐れ、苦しみから出た望みをその叶えていくのは全然悪くないよって言ったんだけど、問題あるんですよね。その苦しみから叶えたとするじゃないですか。それは結局ね、カルマを発生させるよね。だからまたさっき言ったみたいに繰り返すのが、そういうなんていうかな、種をまいて、欠乏感の種をまいて叶える、でも欠乏感で叶える、これがねずっとカルマの種をまき続けるから一生続くわけなんですよ。でも喜びとか愛から出た望みっていうのは、もうそこでこう完結していくっていうか、もうそこでただ瞬間終わり、瞬間終わり、瞬間終わりなんですよね。だからその自我とか、自我からの望み、恐れから、苦しみからの望みっていうのは、別にどんどん叶えたらいいけど終わりがない、ずっとカルマ続けてることになりますよっていう情報が来ています。だから皆さんもね、選んだらいいと思うんですよね。どうしたいか。そしてもしそのカルマをこう作っていくような、苦しみのね原因を巻いていくようなことからもう卒業したかったら、望みが出た時に、あ、この望みはどこから来てるんだろうと思って、例えばそれがお母さんに褒められたかった過去から来ていたら、あの時つらかったなって言って、感情を感じる必要はないです。感情を感じると癖になっちゃうので、感情を感じている自分を後ろから見ている、真我のハイヤーセルフになって、その悲しみを感じているのに気づきを持って見てあげてください。そしたらね、溶けていくんで、この真我の視点に立つ、ハイヤーセルフの視点に立つっていうのがね、これからすっごく大事になってきます。それがね、最初の悟りへの一歩の玄関みたいな感じですね。というわけで今日はですね、欲望には2種類ある、その2種類どちらを選んでいきますかっていう、お話でした。そして秋にね、ミラの本が出るんですけども、その時にですね、ミラのね BSE のコミュニティをオンラインサロンという形でオープンします。それはね、本当にね、今 BSE のね前あるコミュニティでインスタでこう配信今日もしたんですけど、完全にね、今までそれはね、ゾルバダブッダ、ベンツに乗ったブッダになろうっていうね、その物理的な豊かさも持って意識も目覚めるっていうことを目標としたミラからのメッセージをもらってのコミュニティだったんですけど、確実に意識の目覚めっていう、悟りっていうことに対してすごくフォーカスして、そして悟った意識で豊かさを回していくっていうのがますます明確になってきました。そのためのワークとか瞑想とかをどんどんそのコミュニティではねやっていこうと思っておりますので、そちらもお楽しみにしてください。というわけで今日も、聞いてくれてありがとうございます。今日はどんな現実作って遊ぶ？ Enjoy!